はい、皆さんこんにちは、エイダです。今回作る料理はタコの唐揚げ。絶対うまい。というわけで作っていきましょう。ではまず用意いたしますのはタコです。こちらを食べやすい大きさに切っていきます。はい、ではこのように切り終えました。続いては調味料を作っていきたいと思います。まずは酒、醤油、こちらはイカスミです。本当はタコスミ入れたいんですけどね、そんなものはない。しょうがないね。生姜、ニンニク、そしてこれらを混ぜていきます。全体的に調味料がタコに使ったら15分置いておきましょう。さてこれがタレにつけたタコです。私のツイッターを見た方はもしかしたら知ってるかもしれませんが、このタコの唐揚げ失敗して本日3回目になりますいや、油で揚げたらですね、びちゃびちゃになるんですよね。カリッとならない。で、どうすればうまくいくのか調べてみたところ、衣をつけたらすぐに揚げる、スピーディーに、そして高温で短時間で揚げる、二度揚げ、この三つに気をつければ多分いける。そういうわけで衣をつけていきたいと思います。まずは片栗粉、続いて小麦粉、そして塩コショウ少々。それでは衣をまぶしていきたいと思います。
よし、すぐあげる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 、すぐ、ぽーい、ぽーい。よし、まずはこれで1回目。結構油飛ぶな。まず1回目の揚げが終わりました。この状態で5分ほど休ませましょう。そしたら2度揚げ開始です。さて5分経過しました。そしてこれが先ほど1回揚げたタコにもう1回衣をつけました。これでもう一回、二度目の揚げをしていきたいと思います。さて、そろそろですね。火を止めて。これでもうカリカリいくだろう。と信じたいかな。さてカリッと香ばしく焼けたんじゃない、揚げましたね、揚がりましただな、うん。これで5分ほど油を落としたらタコの唐揚げの完成です。もう失敗したくないよ。はい、というわけでできました、タコの唐揚げでーす。あー、3度違う2度の失敗を得てようやく触った感じカリッとしてます。本当に1回目と2回目はべっちゃべちゃで困った。そしてフェイル。じゃあ早速いただきましょうかね。完成形は本当に美味しいといいな。こっちから行こう。カリッとしてそう。こんなんですよ。じゃあいただきます。おほほほ。完成したな。やべえ、うめえ。やーべえ、笑い込み上げてくるぐらいうめえわこれ。ビールビールビール、あーうまい、ビールに合うわ、こらいいわ。レモン絞っていただきましょうかね。じゃあちゃんとカリッとしてんすよね、やはり衣二度漬けの二度揚げは良かったらしい。そしてこれがレモンをかけた状態のものです。あ、うーん、うまさがさらにました。うん。大成功だわこりゃ。おいしい。うん、ちゃんとタレが染み込んでて、そのタコの身だけじゃなくてちゃんと衣にも
ついてて、おいしいわこりゃ。ほんとビールに合うわ。こりゃ、ああたまらん。ほんとタコってうまい。下手すると鶏の唐揚げよりもうまい。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本当に美味しいです。揚げ方には注意ですね。衣を揚げたらすぐに、高温で短時間、そして二度揚げ、これが衣がべちょべちょにならない秘訣です。ポイント、まあいいや。とにかくめちゃくちゃうまい。イカスミがね、ほんといいわ。味を濃くしてくれるというか、深みを出してくれるっていうか、そんな感じで。というわけで、以上、エイダーでした。バイバイ。